コロナ禍で経済や観光などの立て直しが必要だと思いますが、どうお考えでしょうか日本1億2000万人がです、ね、旅をしたいと思っている、どういうところでしょうか、やっぱり冬ならです、ね、富士山を、桜吹雪の中で富士山を、あるいはつつじとともに富士山をとかね、でそしていちごをほ張ばったり、みかんを食べたり、おいしいお魚をいただいたり、それがです、ね、人間の幸福なんですね、旅をしたい、ここから出て、そして新鮮な空気を吸い、 きれいな景色を見たいと思っているわけですね、それを静岡県は提供できますから、県民へのメッセージをお願いします。東アジア文化都市、すなわち日本の文化の顔、文化の人にですね、なってくださいというふうに、文科大臣から頼まれました、皆さん、我々は、今年はですね、新しい世界の檜の舞台に立った門出であるというご認識をしてください、今年は門出の都市にしたいと思っております。皆様にとりましても 新しい人生のいい門出になりますように、心からお祈りを申し上げます。